皆さんこんにちは、木下マリアです。今日もすっぴんでお送りします。今日は別の動画で上がってるか上がるかすると思うんですけど、眉毛のアートメイクの除去をしてきて、あのね、今ね、わかりますか？ちょっと赤くなってるんですけど、すっぴんで受けてきたので、そのままの状態でお買い物に行って、そのお買い物の中身をご紹介しようかなと思います。銀座であのアートメイクの除去を受けてきて、銀座の無印に寄って帰ってきました。銀座の無印って4フロアか5フロアぐらいありますよね。めちゃくちゃ大きくて、本当に冷凍食品もたくさんあるし、ありとあらゆる無印の商品がなんか揃ってるので大好きなんですよね。普段から無印すっごくよく買うので、その中でもおすすめの商品とかを今日もたくさんご紹介していきたいなと思います。冷凍食品をご紹介しようかなと思うんですけど、無印の冷凍食品買ったことありますか？通常の無印だとあんまり売ってないところも多いと思うんですけど、その銀座のすごく大きなフロアがある、あの無印良品は冷凍食品が豊富で、その中でもめちゃくちゃよく買うやつがこれです。じゃーん、アイス。無印のアイス食べたことある？めっちゃ美味しいの。特にね、このね、ほうじ茶でしょ、塩キャラメル、あとジャージ牛乳、このね3つがねめっちゃ美味しい。そうで、なんか無印って味がなんか結構素材の味大事にしてるみたいな感じで、薄そうって思う人もいると思うんですけど、もうめちゃくちゃ濃厚な美味しいアイスクリームです。特にこの3種類おすすめ。でもね、フルーツもめっちゃあって、今日はねいちごとかキウイとかマンゴーとか、まあ、その時々に合わせていろんな味が出てます。アイスはね、ほんと食べたことない人食べてみてほしい。感動すると思う。あとはね、キンパ。無印のキンパって食べたことある人めっちゃいると思うんですけど、個人的に普通のキンパのやつはそんなにあんまり気に入ってなくって、これは新作でヤンニョムチキン味が出てたので、え、絶対美味しいやつじゃんと思って買っちゃいました。気になる。あとは塩麹唐揚げやつ、なんかね、ちょっと量もちょうどいいし美味しそうだなと思って買いました。冷凍食品はこんな感じです。今日はね18点買ったんですけど、次通常の商品でもね、これ冷凍するの知ってる？このね、リンゴぶどう味の凍らせて美味しい果汁 100% ドリンク、このさ、棒状の、これなんて言うんだろう、私のところだと棒アイスって呼んでたかな。地域によって読み方違うと思うんですけど、チューチューペットとか言う人もいますよね。で、これね、無印のやつよく買うんですけど、なんで買うかって、果汁 100% だから。よくスーパーとかで売ってるやつは果汁 10% とかしか入ってなくて、本当砂糖の塊みたいな感じだと思うんですけど、まあ果汁が 100% の時点で砂糖の塊なんだけど、果汁 100% のこの棒アイスがなかなか売ってないので、無印で行ったらよく買います。あとこれ、果汁 100% ゼリー。これはね、あのお子さんがいる友達がめっちゃおすすめしてて、これを冷凍して食べるとなんかちょっと空腹紛れるし美味しいよって言ってて、まあ、皆さんご存知の通り、あのブクブク太った私は今絶賛ダイエット中なので、こういうごまかしスイーツを買ってきました。はい、冷凍して食べたいなと思います。で、あとはみんな大好きなカレーもね、今日は買いましたよ。あんまりね、私普段からカレー食べないので、あの2個しか買わなかったんですけど、新しく初めて買ってみたのがチーズとキノコのカレーだって。絶対美味しいじゃんね。小麦粉の量を減らし糖質を抑えました。え、1袋あたり糖質 10g 以下のやつだ。あ、カレーでも出てるんだ。なんかお菓子のイメージだった、このマークついてるやつ。今日ね、他のねやつでお菓子でこのマークついてるやつ買ったんですけど、カレーでもあるんだ。で、これはよく買ってるやつ、グリーンカレー。めっちゃ辛くておすすめ。無印のカレーってちゃんとね、辛いのがいいよね。辛いもの好きにはたまらない。で、いつもカレー買うときには買うんですけど、ジャスミンライス。やっぱグリーンカレーとか、なんか海外のカレー食べるときはジャスミンライスが香りが良くて美味しいですよね。基本的にこれ1パック食べることあんまりなくて、半分ずつにして食べるんですけど、私正直あんまりご飯が好きじゃなくて、白米というか、なのでちょっと食べたいみたいな感じです。で、この隣にこの自分で炊くやつ売ってたんですよ。え、気になりません？上手に炊けるかな。なんかちょっと一回家でジャスミンライス炊いてみたいなと思って。で、しかもさ、なんかやっぱさ、ご飯とかってさ2キロとかで売ってるけど使い切れるか分かんないから、この
のね 300g って売ってるのめっちゃいいなと思って買っちゃいました。これもちょっと楽しみで、そのダイエットおやつも買ったんですけど、スルメ、これ知ってますか？めっちゃ美味しいよね。超臭いけど超美味しいの。味がなかなかこの美味しいスルメのおやつってないのでめっちゃおすすめです。無印行ったらめっちゃ買っちゃう。あとね、超おすすめしたいのこの2つ、うん、これ知ってますか？ノンフライスナックって、これもさっきのカレーとして 1g あたり、間違えた、1袋あたり糖質 10g 以下なんだって。このガーリックバター味とホタテ醤油味、これめっちゃ美味しいの。しかもね、1袋100キロカロリーぐらいで、調整にもめっちゃいいし、カロリー計算も簡単だし、本当に美味しいから食べてみてほしい。ダイエット中のスナックといえばこれを食べてます。で、もう絶対これもね、ファンが多いんじゃない？メロンソーダ。あのね、これ大好きなの。今からちょっとメロンソーダ飲んでいい？ちょっと飲みたくなっちゃった。見て、このメロンソーダ飲むときはもう絶対にお供はこのハーゲンダッツのリッチミルクっていう味なの。これにね、メロンソーダ入れたら超美味しいの。で、この氷入れたやつに、見て、ちょっと形跡あるでしょ。これをね、いつもやってるんですよ。ご褒美スイーツだね。このこんな感じで、だいたいね、あの3分の1入れていつも食べてるんで、3回分ぐらいあります。こんな感じで入れて、めっちゃ雑で、これをすするのです。入った、ここに入れます。あー、しんだ、超色が薄いの。いい、美味しそう。イエーイ、めっちゃ美味しそうじゃない？うん、最高。うん、このね、バニラじゃなくてリッチミルクがめっちゃ合うんですよ。うん、うまい、これ最高だよ。マジで夏飲んでみてっていうのを飲みながら、残り2つ。これはね、知ってる人いるかな？クレンジングウボっていうやつです。あのね、いろんなメイクボックスに忍ばせてるんだけど、クレンジングにひたひたになってるあの綿棒です。これ本当に目元の直しとか、あとまあなんかちょっと直したいところ、クレンジングが入ってる綿棒だから、ちょっと拭き取るだけ、なんかこう細かいところまで拭き取れて直せるっていうので、すっごいおすすめで、この小分けで一個一個こうね、ちぎれるの。めっちゃ良くない？めっちゃいいよね。ちょっともうこれ一個開けてみるけど、こんな感じで真ん中で取れて、そう、これにね、もうね、クレンジングがひたひたになってるの。だからこういう風に直したりとかしたら、なんかちゃんと取れるし、片方は丸くて片方は尖ってるから、ほんと細かいところまでこうやって直せるんだけど、今ねスピンだからあんま意味ないんだけど、本当にこれおすすめ。これはね、1つ1メイクポーチに1個あると便利です。あとはリフィールのクリアポケット。なんかこれも私の1個こだわりなんだけど、無印のやつって厚みがすっごいちょうどいいの。この感覚分かってくれる人いるかな？で、見てわかる？見てわかる？このなんかちょうどいいこう太め感とこの厚さ、これがすっごいよくって、やっぱ他のところの買っても無印のものがいいなって思って、無印行ったら必ず買い足す書類用のファイルです。はい、以上です。ちょっと休憩、うん、うまい。無印で18点購入してきた、ご紹介をできて嬉しいです。私、自分が気に入ってる商品をご紹介したりとか共感してもらうの大好きなので、あのこの動画を見てちょっと気になる商品があったら嬉しいなと思います。今日は本当にあのよく買ってるものが多かったかなって思うので、はい、こんな感じでした。また購入品紹介していきたいなと思うので、リクエストとかあればぜひコメントにお願いします。いつもすっぴんですいません。
アートメイクの動画はこれの後になると思うんですけど、こう除去のやつ経過も含めてご紹介しようかなと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。